みんなは車両の魔改造をどう思ってる？その前に、前回の動画で細くなったまんまなんだが。そうだったね。ふう、死ぬかと思ったぜ。気を取り直して、みんなはどう思ってる？やっぱり廃車にするのがもったいないから、事故の対応とか、新型車両導入の代わりにすることだな。魔改造といっても色々な理由があるよね。そうだな。ということで、今回は前回好評だった、魔改造車両の解説の2回目で、私鉄の魔改造車両を5つ解説していくよ。名列車解説。2002年に名古屋本線奥田駅大里駅間を走行中の、パノラマスーパー1230系が、スリランカ人の盗難車と秋葉検定して、特別車部分が捕食者の餌となったよ。その際、後ろにいた1850系と、1230系普通車が奇跡的に生き残ったよ。1850系はそのまま普通運用などに流したが、普通車の4両は再利用ができず、名鉄は頭を悩ませたよ。そこで名鉄は、1230系の普通車をどう再利用しようか悩むな。あ、そうだ。魔改造しよう。こうして1230系の普通車を魔改造し、普通列車用に仕立て上げたのが名鉄1380系だよ。基本的な機器類はそのままにしておき、塗装の変更などを加えたよ。塗装はおなじみの名鉄スカーレット一色で塗られ、帯を入れないスタイルとしてるよ。そして、もともと中間車だった元3号車部分は、某阿蘇パソマソのごとく新たな顔が作られ、元3号車部分だけ先頭車が1メートルほど長くなっているよ。これはもともと車掌室を置いていた関係で、車両長型の車両に比べ長くなっているからだよ。車内も車端部のロングシートか改造以外は、パノスパ時代の転換クロスシートを採用し、改造費を抑えたよ。さらに名鉄は、こいつ特急運用外れたし、もう爆走することはないかな。120キロ封印ね。このような形で最高時速120キロを封印され、爆走できないようにしたよ。しかし、5000系導入時にしれっと、120キロを解禁していたよ。この1380系は車内が転換クロスなため、本線に導入したら人が詰め込まれ、密です状態になってしまうから、1380系は犬山線、各務原線で活躍したよ。しかし、魔改造したからといって寿命は伸びず、2015年の3300系増備に伴い粉砕され、1380系という形式は完全になくなったよ。1990年に入ると、阪急の経営が厳しくなり、車両製造ができるほどの資金がなく、支線に大量に散らばった5000系を、大改造して支線系統の活性化を図ったよ。その改造でできたのが阪急5000系の更新車だよ。前面の構成は8000系に準じていて、前面の貫通扉窓は下部に拡大され、ライトの位置を8000系に合わせ、種別標識灯は白色の LED を採用し、視認性の向上を図ったよ。さらに、更新前の車両にはなかったスカートを取り付け、他にも8000系に準じた幕式の行き先表示器も導入したよ。機器類は、ブレーキの更新、台車の空気バネ化、パンタグラフのシングルアーム化などを行い、快適性やコストカットを考慮したよ。車内も8000系に準じた内装に作り替え、車内化粧板に高級感のある木目調を採用し、緑モケットのロングシート車になっていて、さらに、LED 一列スクロール式の、案内装置の取り付け、ドア開閉予告、ドアチャイムの増設、バリアフリー設備の導入などを行い、車内での快適性の向上に努めたよ。5000系更新車は今津線にいた、3000系を全車粉砕し、捕食者の餌に追いやり、神戸線では朝ラッシュの特急運用以外で、普通列車として運用していたが、1000系の導入で粉砕され、また、他の5000系更新車両も、新型1000系の手によって粉砕されてきて、現在残っているのは今津線、西宮北口から宝塚の区間で、6両基本編成の車両が走っているよ。特急型車両であるスカイライナー、初代 AE 型が1990年に、AE100 系への置き換えが決まり、初代 AE 型を廃車にするのをもったいぶった形勢は、初代 AE 型の廃車もったいねえな、魔改造して通勤車にしてやろう。という考えに至り、初代 AE 型の足回りを流用し、上に大 A 車両製の新造車体を乗せ、新型形式3400系を作り出したよ。主要機器類のほとんどは初代 AE 型から流用し、主電動機、制御装置は新造したよ。外観、形状は形成3700系に準じていて、車体は普通構成の3扉車体で、前面形状は3700系と同じ3枚窓構成で、貫通扉下に幕式の種別表示器、右窓上に幕式の行き先表示を取り付けたよ。車体塗装は白地に青、赤色の帯を巻いた、形成のデフォルトカラーで塗装したよ。前照灯は下部にそれぞれ1灯設置したよ。車内は3700系に準じた紫色モケットの、オールロングシート車で、3700系と違い車椅子スペースを設けたよ。また、ドア上部には1列 LED 式の、案内装置を取り付け、ドアチャイムは準備工事に留まっているよ。3400系は8両固定編成で、京急線、都営浅草線などに乗り入れることが可能だが、新線、成田スカイアクセス線への対応は未着手なので、アクセス線への乗り入れはできないよ。この車両は当初、下枠交差式パンタを搭載していたが、2007年のダイヤ改正時にシングルアーム化されたよ。また、その時行き先表示幕に変更が加えられたよ。
1980年代後半に東部2000系の粉砕が始まり、同時に東部の打線の3000系の粉砕も始まり、廃車予定の2000系を魔改造して、3000系を粉砕するための車両を導入したよ。それが東部2080系だよ。登場当初は、野田線沿線客から大いに期待されたが、いざ乗ってみると、非冷房で、駅間の短い地下鉄全局通用の車両なので、地下鉄での高加減速性のある、2000系からの改造であるため、高速性が発揮されず、スピードアップが難しい状況となったよ。外観は東部2万系に似せた、左右非対称のデザインで、塗装を白地に青、水色の帯を巻いた塗装としたよ。足回りは2000系からの全流用で、一部機器類を取り外す電装解除を行い、全車電動車から半分電動車となったよ。また、この車両は2000系の中間車を改造し、単編成化を図った車両だよ。1988年に1編成目の導入が始まったよ。その後は改造し走ったのだが、非冷房、故障が多発するなど、悪い成績を残してしまい、1990年になると新たに1編成が増備されたが、その後は増備がピタリと止まり、最終的には全路線の車両長20メートル化により、18メートル車体の2080系は居場所を失い、1992年に5070系により置き換えられたよ。京阪グループの経営戦略の、永山電鉄の活性化の一環として、新たな観光用車両の導入を検討したよ。その時にパノラマ式にする構想もあったが、900系のデザインと被るので他のデザインとされ、700系を形もないくらいに魔改造し、新たな観光用車両として運用することとしたよ。それが、700系比叡だよ。比叡山、鞍馬山の神秘的なイメージを、楕円形に表したデザインとしたよ。前面はライト、機器類等を取り外し、楕円形の枠を取り付けたよ。枠内は新造され、楕円に沿った曲線形状の LED 式の尾灯や、防鬼を粉砕するアニメに出てくるあいつの目みたいな位置に、LED 式の前照灯を1灯ずつ設置したよ。さらに行き先表示器は従来の幕式ではなく、フルカラー LED 式の行き先表示器となっていて、視認性を向上させたよ。側面のドア窓、窓の形は、全部を楕円形として、戸袋部には大地から放出される木のパワーと、灯火を抽象化したシンボルマークが書かれたよ。また、従来のひし形式パンタではなく、下枠交差式のパンタに取り替え、側面行き先表示器もフルカラー LED 化したよ。車内には黄色モケットのロングシートを採用し、車内化粧板は緑がかった黒色となっていて、車内中央部には多機席スペースを設けたよ。袖仕切り部分とスタンションポールは、車両コンセプトの衣装に合わせ、楕円形になっているよ。天井照明は新規感と高級感を与えるような、暖色系 LED のダウンライトとしたよ。この車両は火曜日以外は、時間限定での運行で、現在でも永山電鉄の観光列車として、鞍馬、八瀬比永山口と出町柳の間を走っているよ。魔改造は JR 以外でもたくさん行われてるんだね。それにしても2080系4年で廃車になったのか。早すぎるってばよ。まあ、非冷房&故障多発とか乗りたくないもんね。そういう車両も含めて今までたくさん魔改造されたんだね。現在乗れる魔改造車両は、阪急5000系と永山電鉄700系比叡、京成3400系があるから、魔改造された車両を見れるのも今のうちかもね。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどもしてくれれば嬉しいよ。じゃあねー。